昔から俺の方が得意だったよな。こうやって相手を出し抜くのはさ。喋るな。おや、これは予想外の展開ですね。いや、あなた方は面白い。やはり、あなた方は面白い。ここで彼女を失えば、今度は玄弥が弟を憎むのでしょうか。こいつは死なせない。何があってもこいつは死なせない。何があっても安心なさい。手当てをすれば一命は取り留められるでしょう。これでも私は徳川で薬師をやっていますから、助かる傷かそうでないかくらいは見分けがつきます。もっとも手当てが遅れれば保証はできませんが、もっとも手当てが遅れれば保証はできませんが、どうしてだ。あんたにとってもこいつは必要な手駒だろ。竜類は作れる三つ葉の生き残りだぞ。え、確かに貴重な存在。ええ、
確かに貴重な存在。しかし私にとっては伊賀の里の掟を崩す方がよほど面白い。今はあんたのお遊戯に付き合ってる場合じゃねえんだよ。今はあんたのお遊戯に付き合ってる場合じゃねえんだよ。今はあんたのお遊戯に付き合ってる場合じゃねえんだよ。これで失礼させていただきます。いいでしょう。今回はこれで失礼させていただきます。俺は伊賀の道具にはならない。伊賀の道具にはならない。俺は伊賀の道具にはならない。サカ、お前も俺がさせない。
っちまったか。押しかけた相手の顔なんて見たくねえだろ。そりゃ大変だな。そりゃ大変だな。どうすんの？楽に生き延びていければいいって適当に折り合いつけてやってきてたんだよ。それで大事なもんを守ってる気になってたんだ。だんだん壊れていくことに気づかないふりして、実際は逃げてただけなんだよな。いうことにしたわ。手を伸ばせば掴めるものを逃すなんてバカみてえだよな。お前を見習うことにしたわ。手を伸ばせば掴めるものを逃すなんて。大切なものはこの手で守る。掴んだらもう二度と離さない。策もお前も。嬉しくねえの？お前が見張っててくれなきゃ、俺また逃げるかもしれねえじゃん。
にはお前が必要なんだ。いてくれよ、俺のそばに。さあ、いやどうも。